アルテミアは、節足動物甲殻アモンエラーシツナサルソストラカ、アコウム項目、放年エビモドキカの属名、一か一族であり、所属する九種の総称ともなっている。小型の甲殻類で、世界各地の塩水湖に生息し、代表種はアルテミアセレーナである。1億年前から変化していない、生きている化石とされる。種によっては、グラインシュリンプとも呼ばれ、 長期間乾燥に耐える、休眠卵の採取を目的に採取、養殖され、市販されている。日本の水田に生息する、放年エビによく似た姿をしている。ヨーロッパ、北、アメリカなどの内陸塩水湖に多く生息する。日本でも塩田に発生した例があるが、持ち込まれたものと思われる。体は、細長く、弱々しい。全体に白っぽく透明感がある。頭部からは、 左右に一体の腹眼が突き出している。第一触角は糸状に突き出す。第二触角はメスでは小さく、オスではメスを把握するために発達する。その形はクワガタムシの大顎を胸の上に折りたたんだようなものである。頭の幅より広く左右後方に突き出し、それから胸の方に曲がっている。頭に続く体は細長く多数のエラー足がつく胸部と、 エラ足のない腹部に分かれる。胸部は10以上の大切からなり、各節に1体のエラ足があるが、前のものが一番長く、後方ほど短くなる。メスはエラ足の最後の部分に卵の入る保育能を持つ。腹部は細長く、最後に1体の多さがある。常にエラ足を動かし、水中を泳いで生活している。基本的な姿勢は覆面を上に向けたものであるが、 光年エビのように常にその姿勢を保つのではなく、比較的自由に水中を縦横に移動し、姿勢も縦横にゆっくりと変える。植物プランクトンのテトラセルミスやパンコーボなどを餌として養殖し、2週間ほどで体長約1センチメートルになる。魚の生餌などに使用される。種の分類イコールスピーシーズ生活史の各段階を示す図反応プリウス養成孵化直後の ノープリウス幼生は、2体の触角と1体の大顎を持ち、1個のノープリウス眼、単眼が,がある。また、体は、前が幅広い三角っぽい形で、体長は約1ミリメートル足らず、全身が朱色っぽい赤である。約12時間で卵黄を消費し尽くし、最初の脱皮を行う。植物プランクトンを触角で捕食し、脱皮ごとに体長が伸びて、 胸部のエラ足を増やしていき、それにつれて第二触覚は小さくなる。15回ほどで生体となる。繁殖時、オスはメスを追尾し、頭部の把握器でメスの体を後ろ下側から把握し、しばらく繋がったままで泳いでいる。種によってはんため生殖も行う。受精後のメスは200個から300個の卵を卵嚢として抱え、環境が良ければそのまま孵化する。 卵体性生殖を1週間程度の間隔で2ヶ月以上続ける。寒気などで環境が悪化すると、メスは乾燥に耐え長期にわたって休眠することができる耐久卵を産む。耐久卵は塩分濃度の高い水面に浮いたり、乾燥した固定で時には数年間環境の回復を待ち、孵化する。この現象には、クマムシやムリゆスリカなどのクリプトビオシスと同様に、 二頭類のトレハロースを含有することが深く関与している。サンフランシスコ湾の養殖地アルテミアの乾燥耐久卵は保存が効き、塩水に戻すと1日程度で孵化するため必要に応じて動物性プランクトンを入手できる。このため干燥魚の飼育、繁殖用として主にアメリカ産のアルテミアフランシスカナが用いられてきた。近年は エビなどの養殖用として安価な中国、ロシア、カザフスタン産も利用されている。熱帯魚や海水魚の繁殖では高気死魚や稚魚の飼料に苦労することが多い。ごく小さな下流で魚が喜んで食べるものを継続して大量に見つけるのは小規模事業者や個人愛好家には難しい。このため微小内形が必要なタツノオトシゴ、クラゲ、 イソギンチャクの飼育にも用いられる。なお、もっと小さい餌が必要な場合には、海水魚用には、塩水ツボアムシが用いられる。このほか水生環境急性有害性試験の試験生物として用いられ、製品安全データシートや化学物質評価、研究機構などのデータの元となっている。また、スペースシャトルに積み込まれ、宇宙放射線影響実験にも使われた。 日本は、アメリカ、中国、タイなどから輸入している。2010年の財務省貿易統計によると、通貫量は45.2トンで、アメリカ産が3分の2を占めている。買いやすさとその姿の面白さに着目して、愛眼用、鑑賞用に改良された品種が、シーモンキーの名で販売されている。アメリカの通販業者、ブラウンハットによって1957年に、 インスタントライフ、1962年にシーモンキーと名付けて売り出された。品種改良したニューヨークオーシャンサイエンスラボラトリーズにちなんでアルテミアン・ヨスと名付けられた後輩種または品種で現在シーモンキーとはこれだけを指すとされている。日本でも昭和40年代に通信販売商品としてちょっとしたブームを巻き起こし、1987年に 佃オリジナルより改めて発売され、同社の倒産後、2019年にハッピネットより3度発売された。小さなプラスチック水槽に2種類の乾燥粉末と餌のセットで、転用版の外箱にはアルテミアの胴体に人の顔と手足がついたイラストが描かれていた。不思議な水生生物で猿に似た動物だというので子供の関心を引いたものである。アメリカでは、 より非人間的な、しかし人類っぽいイラストが使われた。説明書には、1時間で生まれるインスタントライフとあり、1材粉末を水に溶かし、その24時間後に2材粉末を溶かすと、1時間ほどで卵から孵化すると解説されている。実際は1剤に卵が含まれていて、孵化する頃に入れる2剤の青い染料で陽性を見えやすくする簡単なトリックだが、 特許を取得していて、現在も踏襲されている。アルテミアン・イオスほどは丈夫ではないが、エース・レーナやエイフランシスカナなども、比較的飼育が容易であるため、科学教材として用いられることがある。オバケエビ、エビゾー君、生きた化石ジュラ伝説、ゴーストシュリンプといった商品名で市販されている。オリール・ザ・アッサム、ナズルラ・ロステ・イガー・ポーヤに パトリシオデロス・リオス、ザ・ジーナス・アルテミア・リーチ、1819、トゥルーフォルス・タクセナ・ミケル・ディスクリプションス。ラテンアメリカン・ジャーナル・オブ・アクアティック・リサーチ38、501から506、h t t p コロンススララッッシシュュ w w w a l i r e z a a s e e m i r スラッシュ p a p e r 1 2 h t m l c d r i u s アルテミア・フランシスカナ、2002、オリーレ・ザ・アッサム、ナズル・ラ・ロステ・イガー・ポーヤニ、パトリシオデ・デロス・リオス、ザ・ジーナス・アルテミア・リーチ、1819、トゥルー・フォルス・タクセナ・ミケル・ディスクリプションス。ラテミア・メリカン・ジャーナル・オブ・アクアティック・リサーチ38。 501から506<饒兑><ピー>、h t t p w w w a l i r e z a a s e m i r スラッシュ p a p e r 1 2 h t m l ニュース平成23年2月17日、太平洋貿易株式会社ーモンキーズ、ホワトワレゼーハット US パテント367万3986。 天洋の歩み株式会社天洋が1971年5月輸入開始。ありがとうございます。